大阪府立体育会館メインイベントは UN 選手権であります。今新チャンピオンのザ・シークが花道から入場してまいりました。すでにチャレンジャーの前 UN チャンピオン高木誠司はリングに登場しております。独特の黒のガウン、そして銀であしらいましたアラビアの模様、ベールの奥に輝く瞳は怪人そのものであります。ザ・シークが今登場いたしました。さあリング上に登場したザ・シーク、早く割れました。早く割れています。花束に襲いかかりましたザ・シークであります。これが突風のように日本を襲いましたアラビアの怪人、新チャンピオンのザ・シークであります。田園コロシアムで坂口が奪われました。その黄金のベルトを今振りかざしまして、坂口そしてお客さんを挑発しております。ザ・シークであります。黒いマント、ゴールドの後ろにやっておりますアラビアのマントであります。東京田園コロシアムでは壮絶な試合を展開いたしまして、チャンピオンの坂口が血の海に沈みまして、黄金のチャンピオンベルトを奪われたのであります。坂口にとりましてはこれが最後のチャンスであります。今日の UN 選手権試合、これより日本プロレスコミッションにより宣言書の朗読であります。早くもザ・シークが田園コロシアムと同じような格好でこのコミッションに許可を出しております。すでにザ・シークのコーナーにはアラビアの絨毯が敷かれております。これから絨毯の上に座りましてコーランを捧げまして、アラーの神に祈りを捧げるザ・シーク、リング内で早くもエキサイトしております。まだゴングが鳴っていませんが、まあ、遠藤さん、はい、田園コロシアムと同じような試合展開になりそうですね。そうですね、同じようというじゃなくてですよね、やはり坂口選手が先手取ったですね、やはり昨日負けましたもんですからね、はい、もうどうしてもそのベルトを取らなくてならないという意気込みでですよね、うん、彼が入場するのをちょっかいしましたね、引っかきましたですね、うん、その引っかきからですよね、興奮がバーッと上がってたんですね。ですからこの辺のその落ち着きを払ったところでですね、試合開始というゴングが欲しいですね。数々の謎を秘めます怪奇レスラーナンバーワン、天井の一点を見つめますザ・シークであります。コーランを称え、アラーの神に祈りを捧げるザ・シーク、坂口にとりましてはぜひとも昨日の田園コロシアムのリターンマッチでありまして先制点を取ることが絶対必要な試合になってまいりました。やり合っています、チャンピオン、新チャンピオンのザ・シーク、そしてチャレンジャーの坂口誠司、絨毯の上に肩肘をつきましたザ・シークです。今日は坂口が先制攻撃を仕掛けようと気を見せますね。そうですね、ですからもう先ほどのね、きっかけからですよね、坂口選手はもう絶好にその興奮してますよ、うん、ですから坂口選手自身もですよね、やはりもう少し冷静な気持ちでですよね、いやこれならもう来いというふうに逆の手でですね、もう自分から先手を打つんじゃなくて俺にかかってこいというふうな気持ちが必要だと思いますね、うん、今日の試合前の控え室のシークは無言の表情で、俺がタイトルを持ち帰るのは当然だといった顔つきで戦場の一線を見つめておりました。ザ・シークであります。リングに上がっておりますザ・シーク、野獣のような雄たけび、そして観客を挑発いたしまして館内は当然となっております。今日の大阪府立体育会館、天井の一点を見せながら新チャンピオンのザ・シーク、突風のように日本を襲いましたアラビアの怪人です。初めてこの大阪に登場いたしますザ・シーク、田園コロシアムの試合では試合時間の合計が5分35秒というこれまでにない短時間で坂口をギブアップさせておりますザ・シークであります。まあ、田園コロシアムでは1本目が3分16秒キャメルクラッシュ、これがシークの勝ち、2本目アトミックドロップで坂口が1分21秒で解散です。3本目56秒というハザです。シークがですね、坂口のアトミックドロップを狂気でかわして、決勝ラウンドを取りまして2対1で、シークが取ったんですがね、この速さでは坂口はついてきませんね。そうですね、
まあ、ゴングが鳴りましたからね、まあ、ちょっと試合を見ましょう。そうですね。さあ、コーナーに追い込みました。ジャホッテンです。どうしても今日はタイトルを奪い返さなくてはなりません。前チャンピオンの坂口誠二です。早くもダッチしました。坂口、体の傷、そして目には左目、昨日凶器で疲れました坂口の目、ほとんど視力が失われているそうであります。4回目の防衛戦なりませんでした坂口、その遺恨を晴らすために今日はリターンマッチ、大阪府立体会館。さあ、リークの期待に限りました坂口です。早くも坂口、ハッスルしております。去年の、昨日のですね、試合の逆を言ってますね、もう先手先手と坂口君が言ってますからね、これはもういいチャンスが生まれるんじゃないですかね。東京の試合は完全にベテランシークの罠にダウンした格好になりました坂口誠二であります。第1戦でこの新チャンピオンのシークが使いました凶器は空き缶あるいはボールペン、サインペン、1センチぐらいの細長い金具、それはシークが必ず持ち歩いていると言われております。狂気であります。さあ、シークの反撃です。またその狂気を取り出しました。さあ、シークです。シークがロープに追いつけまして、この細長い赤色をした狂気であります。これはシークがですね、世界中どこに行くにもこれを持って歩くそうですね。そうですね。それがね、はい、分からんようにして持ってるからですよね。そうですね、はい、とにかく20センチ以上あります。完全に切れました。ざっくり切れました。ざっくり切りましたですね。坂口の額から鮮血が流れ落ちます。さあ、これは大変な流血だ。ジャルマです。坂口ジャルマ返り血を浴びております。ザ・チーフ狂気を使い分けます。さあ、これは大変な試合です。返り血を浴びましたザ・チーフです。観客に挑発します。坂口ダウンです。リターンマッチなるか。1本目 UN チャンピオンシップ、これは脳天あるいは額、顔面、この辺がめちゃめちゃに切れております。坂口の顔面あるいは目のあたりかは鮮血が散らしております。あ、これは大変です。これは完全な反則ですね。反則ですか。反則ですね。完全なる反則になりましたですね。まあ、このままでいくとレフリーストップといっても考えられますね。坂口の額、顔面、血が止まりません。血が噴き出しております。4月の30日福岡スポーツセンターでベートモンゴルのタイトル挑戦を防衛されたときに激しい鮮血に見舞われました坂口誠二でありますが、今日はその日ではありません。まだゴングが鳴っておりますが、コーナーに追い詰めましてザ・チーフが襲いかかっております。セコンドの小鹿あるいは足立永遠といったところが心配そうに駆け寄りました。しかしチャンピオンのチーフは狂気を持って襲いかかります。完全に血だるまです。血だるまになりましたですね。レフリーストップの可能性もありますね。第1戦では玉砕も覚悟、レフリーストップで戦うと語りました坂口誠二でありますが、逆にチークに襲われましてチークの狂気の洗礼を受けております。顔面から血が噴き出しております。ザ・チークも顔面、そして肩、膝のあたり返して止まっております。さあ、坂口怒りました。日本もすでに反則で取っております。反則ありました。その狂気を奪い取りまして、チークを襲っています。壮絶な試合です。壮絶な試合になりました。坂口大変です。坂口がチークの額を襲いました。凶器が今投げられましたが、1センチ以上ある細長い金具であります。さあ、チークは本席の前ぐらついております。しかしこれが彼のジェスチャーかもしれません。リング内では知らぬもの坂口誠二、2本目ゴンが鳴っています。1本目反則でカラスも坂口が1本取っております。田園コロシアムの試合は5分35秒という短時間で終わっております。できることなら長期戦に持ち込みたい坂口でありますが、顔面血がドクドクと流れておりまして、持ちこたえることができるかどうか、この辺が非常に心配であります。返り血を浴びましたザ・シーク、その血をベロベロ舐めておりますが、自らの額も割られまして
日が流れずおります。今リングの周りを観客を挑発しながらチーフが観客席に殴り込みました。顔面そして胸額足すべて真っ赤になりました。さあリング内で坂口が待っている。坂口のパンチ攻撃ラッチしました。完璧だ。坂口のお返し目には目をの攻撃です。坂口ステージリング上タイトルを奪取することができるか奪回することができるか。 UN 前チャンピオンの坂口ステージロープに詰まりました。ザ・シークです。これがチャンスですよね。そうですね、これも絶対、リング内に逃さないでですね、もうあらゆる攻め方してほしいですね。そうですね。しかし坂口は鮮血が止まりません。血が吹き出しております。オリーブロー。さあチョークです。完全なチョーク。今度は噛みつきました。チークが噛みつく。壮絶な血の海であります。リング上、平手打ち返しました。坂口が2本目取ることができるか。すでに新チャンピオンはザ・シークであります。突風のように日本を襲いましたアラビアの怪人。大阪府立体育会館リング上は血の海で止まっております。血で止まっております。坂口とザ・シーク挑戦者が坂口さあかきむしりです。期待を割られました。そこにザ・シークがかきむしっております。その血をペロリペロリと舐めております。まるで野獣であります。野獣ザ・シーク60分3本勝負でありましたが、チャレンジャーの坂口が1本目反則で辛くも取っておりまして、これが2本目。これは坂口チャンスだ。チャンス坂口チャンスであります。さあストンピング、豪快なストンピング。235パウンドザ・シーク取りました。心配そうに日本プロレス吉野里代表もセコンドにやってまいりました。さあロープに振る、リング内飛ばされました。ザ・シークです。坂口はリング内。さあ2本目取ることができるか。田園コロシアム日の海に沈みました坂口ステージでありますが、今日は積極果敢に反撃しております。目には目をの攻撃をザ・シークに与えております坂口ステージであります。ロープにつかまってふらついておりますザ・シーク。坂口は今日はリング外に出ようとしませんね。そうそう、これはシークの戦術に。さあブレンバスターだ。決まった。ブレンバスター決まった。カウンターどうか。カウンターを決めた。決まった。坂口タイトル奪回です。坂口タイトル奪回。決まった決まった。さあセコンドの若手小塚選手あるいは永遠遥か足立吉本と社長、こういった面々がもろく上げてリングに踊り上がりました。さあチークはダウンです。完全にチークはダウン。テープが投げられました。大阪府立体育会館のリング上、42年の2月、坂口がキングクローからタイトルを奪取いたしまして、その後ハリーレイス、そしてキングクロー、ベーポモンゴル、この3回目の防衛戦は無事に果たしたのでありますが、東京ダイアンコロシアムではチークに坂口が敗れまして4回目のタイトル防衛ならず。そして今日新チャンピオンザ・シークにチャレンジャー坂口が当選いたしまして、見事2対0でストレートで坂口誠二がザ・シークを破ったのであります。タイトル奪回しました坂口誠二です。坂口が見事タイトルを奪回しました。文字通りこの坂口誠二にとりましては今日は背水の陣を敷いての挑戦でありました。見事それを奪回しました。安全と輝きます黄金のチャンピオンベルト、大阪府立体育会館のお客さんに応えております。さあこれより認定書の授与であります。よかったですね、まあ、悪戦苦闘だったんですけど ね最後までその根性を捨てなかったその坂口君の勝利ですね。そうですね。日本プロレスコミッションより認定書の授与であります。顔面真っ赤血だらけであります坂口誠二新チャンピオン。ザ・シークを破りまして新チャンピオンに就任しました坂口誠二です。見事一日でよく奪回しましたチャンピオンであります。認定証を左手に使いましてもろそを上げます。喜びの坂口誠二であります。放送席、放送席、はい、坂口さんです。はい、どうぞ。坂口さん、ファンの皆様に一言、はい、どうもありがとうございました。とにかく大変な地です。大変な地です。早く手当てをしてあげてください。それでは放送席、
はい、まあ、とてもインタビューできる状態ではありませんね。そうですね、やはりね、勝ったその坂口君も興奮してますけれどもね、不安がですね、これだけのその興奮ですからね。しかし良かったですね。見事タイトルを奪回いたしました新チャンピオンの坂口誠司であります。第2次サマーシリーズ、この後の日程はご覧の通りです。最終戦、愛知県体育館ではチャンピオンチーム坂口吉村対クリス・マルコス、プルラムスのアジアタック選手権が行われます。なお来週のこの時間は茨城県笠間市民体育館から第2次サマーシリーズ後半戦をカラー中継でお送りします。それでは今週はこの辺で大阪からお別れします。さようなら。さようなら。